私はダンススクールです。インストラクターの浩平です。今回も話題の K-POP アーティストの振り付けを皆さんと一緒に練習していきたいと思います。今回練習する楽曲は JO1 のデザインです。今回は後半部分のレクチャーとなります。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは振り付けのレクチャーに入っていきたいと思います。手を交差させて伸ばしているところからの続きになります。この手をですね、顔の横に下ろしてきます。はい、そして肘を開きます。そして膝のあたりに開いていくんですけれども、ステップと合わせてみますと、右足を踏み込んでトン、左足を踏み込んでトン、そして両膝を開きながらトンという順番になります。はい、そしてここからですね、つま先を軸にかかとを外、そして膝を戻すという順番に合わせて、手もくるむ、パッと膝を操るように使ってください。そして先ほどと同じように膝を畳みながら、今度は右肘だけを引き上げます。はい、そしてこの右肘を下ろすタイミングで左手がトン、斜めのラインで出ていきます。そして次ですね、右手を体の前にと持っていきます。はい、そして次ですね、肘をぐん返します。そして抱え込みますという流れのタイミングで、左足を踏み込みながらトン、そして右足踏み込みながらトンという順番です。はい、そしてですね、両手をピッと右側ですね、トン伸ばしにいくような感じで、右足のかかとを引き上げます。そしてそれを揃えてきながら手を入れ替えます。はい、そして左手を上に伸ばして、右手で左手をスーッとなぞります。はい、そしたら次ですね、入れ替えて、今度は右手をスーッとなぞっていただいてください。はい、ここまでを流れで踊ってみますと、せーの、タッ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 といった順番になります。ではここまでの動きを音楽に合わせて、スローテンポ、ミディアムテンポ、オリジナルテンポで練習していきましょう。はい、それでは続いての振り付けのレクチャーに入っていきたいと思います。こちらのパートが今回練習する楽曲のラストのパートになります。手をスーッとなぞったところからの続きになります。ここからですね、床にストンと降りていくので、膝を怪我をされている方などは気をつけて踊ってください。スーッとなぞった後に、右足を折りたたみに行きながら、左足をスーッと伸ばしてあげてください。右手で支えてあげるような感じです。その形のまま左手をつきます。そして右手を交差させてついてください。はい、そしてですね、次右手を頭にスッと添えていくんですけれども、そのタイミングで左足をシュッと曲げてきてください。はい、そしてここからですね、左足を折りたたみながら、右膝を立てて後ろに向いていきます。この時のポーズがスッと、こういうポーズになります。ここまで来ましたら、スッと立ち上がってあげて、前に手をバッと差し伸べていきます。そして最後ですね、小指の方からギューッとゆっくり手を握って、終わりのポーズになります。ここまでを流れで踊ってみますと、せーの、タタラララララララといった流れになります。ではここまでの動きを音楽に合わせて、スローテンポ、ミディアムテンポ、オリジナルテンポで練習していきましょう。
時代へと連れていこう。振り付けに慣れてこられたら、手の表情や体の角度など自分なりにアレンジしていただいたり、メンバーの個々の踊り方を参考に楽しく踊っていってもらえればと思います。難しいな、ここ苦手だなといった部分もあったりするかもしれませんが、繰り返し動画を見ながらぜひ続けて練習をしてみてください。また今回の振り付けの中には3分でできるヒップホップダンス、ベーシックダンス編でレクチャーをしているツイストやチャールストンの要素も含まれておりますので、まだご覧でない方はぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。これからもどんどん動画アップしてまいりますので、皆様ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。またこのアーティストのこの曲の振り付けレクチャー動画が見たいなどのリクエストも受け付けておりますので、コメント欄の方までどしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。